とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モッド入れてみました。何のモッドかはちょっと忘れたんですけども、ペットがね、変わるモッドなんですよ。ここでは表示はされてないんですけども、この鶏をつけると、何か変なのが出てきます。なんか表示がされたよね。表示されたけども、なんか全貌がわかりません。こんな感じのやつが出てきます。何こいつ。なんか、バイクみたいな感じかな？いや、違うか。前、下についてるやつが、なんか、前輪みたいな、タイヤみたいな感じかなと思ったけども、いや、違うな。これなんだろう。わかんないですけども、なんか怖い感じのやつが出てますね。でかすぎでしょ。ドラゴンとかはちっちゃすぎと思ったけど、これはやりすぎだわ。でかい。あ、これ上からなんか繋がってるのか。ぶら下がってる感じなのかな？はい。まあなんかよくわからないやつですけども、こいつを引き連れて、デイリークエスト、やっていきましょう。それでは行きましょう。存在感がすごい。影までしっかりあるね。存在感すごすぎだろ。変更点が、ペットが2に固定。まあ、これは関係ないね。近接がハスクに変わって毒の蜘蛛を持ってるか。十分でしょう。毒の蜘蛛のダメージも、まあ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 回復するっしょ。全然。毒を食らうよりも、回復の方がでかいんで、全く問題なく、いけると思います。見えにくい時があるな、これ。こいつがいると。このキャラがいると、ちょっと見えにくい時あるな。まあまあまあ、いいか。行きましょう。これ、普通の敵だったらさ、ダイナモは1入れば十分だね。ナイトメアとかだったら、7か8ぐらい入れてないと、ちょっと早く倒せなかったんだけども、普通の雑魚敵は、あ、余裕だわ。全く問題なく勝てるわ。はい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 。やけどでダメージを負ったところで、速攻回復するんで、問題ないですね。やっぱこれ最強武器かもしれない。いや、間違いないね。間違いなく最強武器。にしても見にくい。本当に。本当に見にくいな。なんとかならないですか？行くぞ！はい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 。まあ、若干ね、遠距離系を倒すときはめんどくさいよ。遠距離と戦うときはめんどくさいんだけども、全然余裕で倒してはいけます。あ、いいね。いいね。重力パルスとかついててくれると戦いやすい。はいはいはい。いい感じ。キャプテンはいるのかい？どうだろう。キャプテンいてくれれば嬉しいんですけどね。こっちの、あ、いるわ。このサイドに、これはいるタイプですね。間違いなくいる。よっしゃ。キャプテンは探していきます。ほら、いた。わお！行くぞ！トン！トーテムそんなにいらない？トーテムなしで、羽2の方がいいのかもしれないですね。はい、脅威。あと1体、2体ぐらいはいてくれるかな。しかし見えにくい。この中っていないよね。この中多分いなかったよな。ああ、余裕だね。いや、見えない見えない見えない。敵が全く見えなくなる。ああ、ここは、ただの通り道で、やっぱりいないか。まあまあ、一応進んでみていなかったら戻ります。ああ、やっぱりいなかったっすね。はいはい、余裕。
では先に進みましょう。中間地点おしまいです。相変わらずね、見えにくい、相変わらず見えにくいです。で、キャプテンは未だ発見できず。で、あれだね、やっぱりトゲに弱い。トゲが来ると死んじゃいますね。まあまあ一発二発は耐えれるのよ。うん、でもトゲの敵がね、4体ぐらいこう囲んでいられると死ぬ。うん、めっちゃめちゃ減るから回復が追いつかなくなるんで、ちょっとトゲには弱いっぽいですね。まあまあそりゃそうか。うん、近接系はね、どうしてもトゲには弱くなってしまうんで、まあある一定の装備以外ね。なので、まあそこは仕方ないっすね。トゲが出てきたらうまいこと避けながらいけば、まあなんとかなるんで、そういう戦い方をしていきましょう。よっしゃ、いないな。キャプテンがね、全然いないのよね。よっしゃ。で、やっぱりね、力のポーションはいい。力のポーションは役に立つ。はいはい、やっぱ攻撃力倍っていうのはいいね。ここにもいないか。いや、見えない見えない、いないな。となるともう最後のところか。最後のところに、いや、もう終わりか。あ、いや、ある、ここが、いや、ここはないな、ここはいないな。この先だな、この先に1、2体もしかしたらいるかなぐらいの感じでしょう。よし、この先いてくれるかな。どうだろう、一応探してはいきましょうか。右左にね、いることもあるにはあるんだけど、いないこともあるんですよね。いや、見え、本当にね、これ邪魔、むちゃくちゃ邪魔なのよ。あ、こっち側いない。反対側どうだろう、いないか。あ、あ、いるいる、こっちにはいるわ。よかった、一体だけかと思った。できればね、たくさんいてほしいもんですよ。はい、はいはいはい、近接の敵は全く問題なし。 OK、 じゃあお前も攻撃してくれそんなでかいなら体当たりでいいダメージ与えるでしょうよ。で、この先にもいるね、ナイス。じゃあいい感じよ。じゃ、重力がね、もうちょっと範囲が広ければすごい吸えていいかもしれないんだけどね。 OK、 いいんじゃない。はい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 、やっぱ羽根2がいいな。羽根2が安定するかも。こっちにはいないか。 OK、 ではあとはボス戦ですね。ボス戦っていうか強制戦闘のところでおしまいですね。うん、まあまあここにしてはそこそこ旗があったんじゃないですか。うん、 OK、 ではクリアしちゃいましょういや、変な動きするな、変な動きするな。どうした。はい、これね、遠距離の時にね、もうちょっと戦いやすくなればいいんですけどね。まあまあそれはちょっと贅沢か。こんだけ近距離の敵に強いからね。近距離の敵はもう問題なしよ。ナイトメアですらもうバッタバッタと倒していけるんで、遠距離の敵をどうするか、そこがこの装備の問題点。まあ、羽をね、2つつければ若干なりとも戦いやすくはなると思うよ。うん、羽、羽、釣り竿か。が、釣り竿はやめて、いや、釣り竿はね、俺あった方がいいと思うんだよな。普通に釣り竿なしで叩いても、そこまで火力出ないんで、うん、そこはちょっと悩むところですね。はい。
まあ、とりあえず楽勝でクリアです。今日は、この、わけのわからないペット、多分、なんかのゲームに出てくるのかな？うん、なんかバイクっぽいんだけど、でもなんか後ろに繋がってるんだよな。はい、こいつを、ペットにしてみました。すごい醜いです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。